ウェルカムトゥマイチャンネルこんにちは現役高校教師ピアニストまゆみです今日は二つお話があります一つは明日ね藤井風さんの帰ろうの投稿を二つ午前午後に分けてさせていただこうと思います理由なんですけれどもあのこの曲実はかなり長くてなのであの場面場面に分けて撮ろうと思ったんですで今回最初の部分を撮ったんですけれども あのねどうしても1分に収まらないんですねショートで撮ったのででねあのー、やっぱり美しいピアノの前奏を入れたいと思いますとキリのいいいとこで切れないそして切りのいいところで切ろうと思うとその前奏を途中にしなきゃいけないっていうことでどうしようかと思ったんですけれどもあのー、まあ、ちょっと NG 集 があるのでその、NG、のでそ NG 方は前奏が入った状態でそしてあの前奏を少しカットした状態で最後あの和音で終わるそしてあの1回目のメロディーの後はあ,のあえてピアノとバイオリンの二重奏で撮ってみたというものをあの投稿させていただきますので楽しみにお待ちいただければ嬉しいですよ。えー、今日はこのの暑いのに こんな素敵なバラが咲いたんです。風さんにすごく似合いますね。はい、それではもう一つなんですけれども、はい、先日、ワンクライバンコンクールが、えー、行われて、優勝は18歳の留学経験のないユンチャンリムさんという方が優勝したんです。素晴らしい演奏でした。で、もちろんそのことに注目集まってるんですけれども、 今回はです、ね、このこれもすごい話なんではいこれ「ブラボー」っていうあの無料の雑誌があるんですねでそれの特集なんですクラシックのねでねこの人が2位のアンナさんっていうんですけれどもこの人すごいんですよねあのね、えー、とホームページを見るとこの人のすごいあのほっそりしてて可愛らしい写真が載ってるんですけども今回も 貫禄貫禄っていう感じで,でしかも今回あのロシアってねあのウクライナのことで随分あの大変な思いをした中参加したんですよね。うん、で見事2位になられたんですけど31歳のもうベテランですけどもっと驚いたのはですねなんとこの方お二人目をお腹の中に妊娠中なんだそうなんですよ。で9月に生まれるんですって。 でここのインタビューにも書いていますけれどもお腹に子供がいてチャイコスキーのコンチェルト弾くのすごい大変だったっていうふうに書いてあるんですけどそりゃそうでしょうと思うのですがあのさらにもっと驚くことにですねこれがご主人の、えー、ルーカスさんという方なんですけれどもえこの方もすごい人で、あのー、なんと2010年の ショパンコンクールで二十歳で2位になってる方でチャイコスキーコンクールでも銀か銀メダル取ってる人なんですね。というわけですごいもうあの最高峰のコンクール受賞歴を持ったカップルが誕生したっていうことなんですよね。しかもお腹の中に2人目がいて 今お腹の中にいるおお子さんはお母さんと一緒にステージ上で弾いてたってことですよねすごいですよね。はい、というわけであのなかなかこういうことってないんじゃないかなと思ったのでちょっとお話ししておこうかなと思ったんですね。でお二人目がおなかの中にいるってことはもう一人目いるってことですよね。だからそんな中でこれだけの曲を練習して仕上げてしかもこのねっ あの政治状況の中出てきたっていうどんなにメンタルの強い人なのかと思ってもう改めて女性ととしても尊敬いいう感じなんですはい、これがルーカスさんとのツーショットですけれども夫のね。というわけで今日は、えー、ねあのこのアンナさんという2位の方あのこれどこの国も一緒だと思うんですけど。あの自国の人が、えー 優勝しなかったりすると全然突然あのあの報道が減っちゃったりするんですよね私はもちろん後輩様の亀正さんを応援していましたけれどもあのゆんちゃんリムさん素晴らしかったしこのアンナさんも素晴らしかったんですねうんなのでまちょっとそういうことはねちょっと残念かなって思ったりもしてる部分なんです亀井さんはあの亀井さんも若いのでまだ20歳とお若いのでまたあの あのいろんなチャンスはたくさんあると思うのでもうこれからもずっと注目してえ応援していきたいと思っておりますよ。はい、それではえ今日はこの、ね、バンクライバンコンクールのこの2位のアンナさんという方が実は妊娠中でしかも2人目その状況でこの政治の、ね、混乱の中見事、えー、受賞されてしかも夫もショパンコンクールの入賞者であったということですね。そして 風さんの、えー、投稿を明日ね。2つさせていただきます。1つは ng。もう1つは、えー、抜粋のえー、変抜粋編ねです。はい、というわけで、えー、今日は半夏生ですね。今から半夏生を見に行ってこようと思っています。半夏生にはタコを食べるといいということなので、昨日なんちゃってアヒージョを作ったらちょっとあの効きすぎちゃってちょっと。なんか今お腹がなんか？ ちょっと痛いかなっていう <laughs> あの、ね、張り切って食べ過ぎたかなって感じです、はいえー、半化粧っていうのは、えー、七夕の前後5日間だったかな前,前5日だったかな今日が半化粧なんですよねはい、というわけで私七夕までに、えー、700名様目指しておりますよえですね、まゆみ面白いなとかためになったなとかあまた聞いてみたいなとか